プサムテク一世はエジプト第26王朝の初代ハラオ。サイス王家の当主としては五代目にあたる。古代ギリシャ読みのプサメティコス一世、ソメタカス、またはサメタカスの名でも知られる。アッシリアとヌビアの駆使王国の創始家から独立した政権を築き、土着のエジプト人による最後の繁栄の時代をもたらした。サイスを治める猫一世の息子として生まれた。 この一族は、リビア系エジプト人のテフナクト一世を始祖とする、第24王朝の血を引く家系であったが、猫一世の時代までは、第24王朝を滅ぼした、ヌビアの第25王朝に従属し、知事として、サイスを統治していた。しかし、オリエントで勢力を拡張し続けるアッシリアが、エジプトに侵攻してきたことで、大きなチャンスが到来する。紀元前7世紀前半にはすでに、 オリエント世界最大の勢力となっていたアッシリアは、紀元前671年にエサルハドン王の下でエジプトに侵入した。第25王朝の王タハルカは戦いに敗れ、根拠地であるヌビアへと追われ、アッシリアのエジプト支配が始まった。猫一世とその息子であるプサムテク一世は、アッシリアによってエジプトの大主に任命され、それぞれサイスの王。 アトリビスの王という地位を承認された。対して、第25王朝では死去したたはるかに代わって、後継者のタヌトアメンが体制を立て直し、紀元前664年に湿地回復を目指して北上した。猫一世はアッシリアの従属王としてタヌトアメンと戦ったが廃止してしまう。ヘロドトスの歴史が伝えるところによれば、この時、プサムテク一世も、 アッシリアへの亡命を余儀なくされたという。しかし、アッシリア王、アッシュルバニパルのサイドの遠征で同年中に、タヌットアメンが撃破されると、第25王朝はエジプトから完全に撤退し、以後再び侵攻してくることはなかった。プサムテク一世は再び王の地位を保証され、一般的にはこの時点をもって、第26王朝の成立とみなされる。プサムテク一世のについては、 ヘロドトスの歴史に詳しい記録が残されている。ヘロドトスによれば、プサムテク一世が王位に就いた頃、彼は他のカエジプトの支配者たちと対立し、侮辱を受けた上に、承宅地帯へと追いやられた。彼らへの報復を望んだ、プサムテク一世は、その方法を求めて、プトの町の冷凍の選択所に使者をやったところ、聖堂の男子らが海より出現するとき、報復は遂げられん。 という信託が下った。プサムテク一世は、聖堂の人間が自分を助けに来るという、この予言を、不信の念を持って受け止めたが、間もなく、イオニア系ギリシア人とカリア人の一体が、略奪目的の遠征中に、エジプトに漂着するという事件が起きた。彼らは、上陸地点で、やはり略奪を働いたが、聖堂製の武具で武装していた。 このような武装を見たことがなかったエジプト人は、小宅地帯のプサムテク一世の下で、聖堂の人間が現れて、平野を荒らしております。と報告し、これを聞いたプサムテク一世は、神託が実現したことを悟り、ギリシア人とカリア人たちに莫大な報酬を、約束して自軍に引き入れた。そして彼らの助けを得て、ゲエジプトの他の支配者たちを撃破し、 これを統一することに成功した。ギリシア人とカリア人たちは、その後恩賞を受け取り、ナイル川のペルシウム支流の陣屋に居住させられたが、後にイアフメス2世によって、メンフィスに移され、王の護衛隊とされた。そして、ギリシア人たちは彼らによって、その後のエジプトの歴史を知ることができたと言われる。ヘロドトスのシルス、プサムテク一世と、 ゲイエジプトの支配者たちとの戦いは、アッシリアの総主権下において行われたものであり、反アッシリア勢力の統制という面も持ち合わせていたが、ともかくもゲイエジプトにおける支配が確立された。その後、彼は上エジプトのテイベに対しても自らの権威を承認させることに成功した。第25王朝時代より、テーベの長官の地位にあったメンチュエムハとは、プサムテク一世の娘。 ニトクリスが将来アメンの聖妻の地位につくことを受け入れたことが端的にそれを示している。こうして国内における支配を確立したプサムテク一世は新王国の行政制度を手本とした内政改革に取り掛かった。しかしその称号は皇王国風のものが採用され、意識的に過去の栄光が追求された。こうした支配者の傾向は美術品にも強く影響し、 皇王国や中王国風の様式を手本とした復古的な美術様式が形成された。こうした動きは、再するネサンスと呼ばれ、この時期に作成された彫像やレリーフの中には、時に現代の学者が皇王国時代に作成されたものか、第26王朝時代のものか、判別に困難を感じるほどのものもある。オリエントにおけるアッシリアの勢力が縮小に転じると、 紀元前653年頃までには、その創始権下から離脱し、シリア方面への勢力拡大を図った。ヘロドトスの記録によれば、プサメティコス一世は、アシュドドを29年間かけて陥落させた。一方で、このゴロオリエントに侵入したスキタイ人がシリア地方に入ると、プサメティコス一世は、贈り物と泣き落としで彼らの攻撃を回避したとも言う。一方で、 アッシリアでは、アッシュールバニパル王の治世末期頃から急速に弱体化した。東方では、イラン高原を中心としたメディアが勢力を増しつつあり、紀元前625年頃までには、バビロニア総督ナブポラッサルもアッシリアに反旗を翻して、独自の王国を築いた。メディアとシンバビロニアは、同盟を結んで、アッシリアを攻撃し、これを破って、首都ニネベをはじめとした。 中心地帯を制圧する勢いを見せた。プサムテク一世はこの事態に対し、かつての支配者アッシリアを助ける道を選び、紀元前616年にはシリアへ出兵して、シンバビロニア軍と戦火を交えた。しかし大勢は変わらず、間もなく、メディアとシンバビロニアの連合軍によって、アッシリアの首都ニネベが陥落、アッシリア貴族であったアッシュール・バリト2世が波乱へと逃れた。 その後、プサムテク一世は、紀元前610年に亡し、息子の猫二世が王位を継承した。エジプトはその後も、アッシリアへの支援を続け、シリアへの再度の出兵に踏み切った。しかし、シンバビルニア軍との戦いに敗れ、紀元前609年にアッシリアは滅亡することになる。巨像の引き上げ作業2017年3月9日。 ヘリオポリスの町があったカエル郊外の地下で巨大な像の断片が発見され、彫像の基部に掘られた名前からプサムテク一世のものである可能性が高いと推測された。軽岩で作られた像は胸部と頭部からなり全身を含めた高さは約7.9メートルになると見積もられる。発見された当初はもしこれがプサムテク一世のものならエジプトで発見された。 最も遅い時期の最大の彫像だと報道された。歴史、第2巻150節から152節以下、歴史の記述を対応するが、ヘロドトスの序述が、どの程度信頼できるかについては、議論があり、単純にすべてを史実であるとすることはできない。歴史、第2巻154節無論、当時のエジプト人が意識するとしないとにかかわらず、 活発な対外交渉の結果として、異文化の影響も著しかった。歴史、第2巻157説、歴史第1巻105説メディア人は、ペルシア人などと同じく、インドヨーロッパ語族の言語を話した人々。メディア人に関する歴史も、ヘロドトスの記録が中心となる。カルデア王国とも言う。シンバビロニアという呼称は、 紀元前18世紀頃のコバビロニアと区別した故障である。ありがとうございます。